さあこんにちは、桜山隼人です。ですね、第11試合のね、ライジン MMA 特別ルールね、シュートのチャンピオンの曽根選手対、元谷選手の、試合を、解説したいなと思いますね。でこれ結構記者会見の時にね、つかみ合いの一歩手前まで揉めたというね、元谷選手に、曽根選手が突っかかってた感じ、結構記者会見で揉めたんだよね。で曽根選手が23勝15敗か、16.7cm の61キロね。で沖縄出身ね。でシュートのバンタム級王者ね。鋼鉄のオールランダーっていうねリングネームになってますね。ね鋼のオールランダーでね。うん、でおなじみね元谷選手ね。170cm、60.9 キロね。20勝5敗ね。で、ディープのフライ級の王者ね。王者。うん。だディープの王者対シュートの王者の戦いですね。で最近やっぱり、ね、シュートの王者ね負けてるからね、まあそれもその選手も言ったけどね、まあ年齢はその選手が30歳、元谷選手が28歳ね。なんか AK69 がね、私座ってたんですけど、この曽根選手に喋ってたね、控え室来て、頑張ってねっつって。私結構 AK69 の歌、結構ね、歌ってるんでね、カラオケで歌います、いつも歌ってますって言おうとしたんだけどね、やっぱりそれいいね、やめときました、やっぱり。それはちょっと失礼っていうかね、私を挟んで AK と、AK 君と話してましたね、曽根選手、私を挟んで。はい、ね、オーソドックスはオーソドックスね。でも、曽根選手、ね、元は今、ちょこちょこ動いてますよ。もう試合始まってます。今、あと、ですね、4分31秒。あと、ね、どんどんね、時間、今30秒経過してます。ね。曽根選手が中心に、リングの、まあ、中心にいて、元は選手がね、ちょこちょこ動いてるスタイル。で、オーソドックス同士なんですけども、元谷選手ローキック、左のロー、右のローを対応化してます。で今曽根選手がタックル行きました。でテイクダウン、元谷をテイクダウンしましたよ。ね、まあ、立ち頭が得意みたいだね、その曽根ってね。で元谷選手これギロチン結構得意なんだよ、これギロチンね。これでもギロチン1回目はみんな防げるけど、2、3、4って続いてくると、大体もう首がもう疲れちゃって、最後取られちゃうんだよね。もう嫌になっちゃうんだよね。で、ギロチンのすごいところって、そこだよね。何回もかければかけるほど、決まるリスクが高くなる。うん、今、あ、でもギロチン抜きました。ギロチンから、曽根選手ね、一瞬サイドチョークのようなね形になりましたけども、なんか足がねパスしてないとなかなか決まりづらいんで、今元谷選手はハーフガードに今なって、ハーフですいません、バタフライガードですね、クロスガードバタフライガードを対応化してますね。だからハーフだとハーフガードでサイドチョークすると結構決まるんですけど、決まる場合がある、まあ結構決まるとちょっと語弊があるな、決まる場合があるんだけれども、まあバタフライガード、クロスガードで、まあ、サイドショックは決まらないです。でも、この元谷選手もね、結構、まあ、ディープではね、もうね、もう不滅のチャンピオンっていうかね、このライジンのリングでは、今曽根選手が外出ましたよ、外出ちゃった、そうですね、金網とリングの違いがやっぱありますね、確かにね。まあ金網だともうね出れないからね、だけどリングだと
外に出ちゃう時があるね。でもやっぱりね、リングの方がこう伝道ってな歴史があるからね。あ、フラクトリックはこれ解説してますね、アメリカの、うん、もう私戦ったフラクトリックね、うん、今いや、あの曽根選手がボディ打ってます、ボディ。もう曽根選手はまあ大吉さんを望んでると言ってますね。あ、ミューロージャブ、お、フィジー打ちました。モテ選手フィジー打ちました。もあ、モテ、ソネ選手は、今縦肘行ったけれども、モテ選手はもうすごい見てます。すごい上手いですよ。落ち込んでく。今のソネ選手、あの本谷選手を押し込んでます。今今度タックル行ったけど、本谷がタックル行ったけども、それが今決めましたね、うん、今のところどっちがどっちってはないね、前ね、2人ともね、やっぱりね、うん、でそれ選手どん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 プレッシャー上げてます。ジャブジャブ行ってます。もらね、あのシュートボクセンでね、たまに練習してるみたいですね。そのモテアの方はね、打撃も磨いてるということですね。あの藤丸会長があのモテアに教えてる、そのシーンがありましたよ。藤丸会長といえばね、あのバンダレシューバとか、まあ、マウリシオ将軍とかを育てたね、結構名伯楽なね、自分もあの来い来いって言われた時があったんだよね。まあね、練習マッハ行く、練習来いって言われた時もあったんだけれどもね、私は行かなかったね。今インターバルですね。うん、まあ座ってないね。あの確かに本谷選手ね、あの立って休むタイプですね。ふらふら歩いてます。うん、だスタミナあるよね。それ選手は座って休んでる。うん、まあ座って休むね、立って休むはベテラン。その人間ってほら、前も言ったけどね、3パターンあるんで、そのね、エネルギーを使う、その人間のそのやり方についてね、まあ一概に座ってるからなんだって、ね、立ってるからなんだっていうのは特にないですね。今もう試合始まってます。堀口教授にはね、あの元はね、このリングで負けましたね。まあでも判定だったかな、判定でしたけどね。堀口教授とは、元は一応ね、あのディープのね、チャンピオンですけれども、判定で負けましたね。3対0だったな、確か。本谷選手、今、テイクダウン、うん、テイクダウンされ、あのなんていうの、それ選手がタックル行って、こう、タックルよく行くんで、で本谷選手はあのそれを防いでるところにゲロ落ち行こうとしたりとか、いろんな技をかけてる、まあ、下になってるってことですね。下になりながらそこからかけてます。で技をかけてプレッシャーを与えてる感じ、うん、あ今、まあ左ヒール、あの、まあ、ヒーラーホールドになってますね。で目は回転して、曽根が、逃げた。でそこで三角締めに形では入ってます。でまたそれに防いで、まあ、タックルいってますね。で本谷選手フロントチョーク狙い、うん、本谷選手って誰か似てる顔してますよね。よく いません、こういう人、こういう顔してる人、なんかね、だあの年齢は大小ね
だから誰か似てるなってねいつも思っちゃうんだよね。今元谷が下になってますよ。あ、元谷でも一緒に立ちました。うまい。でまたギロチンに行く。何度もギロチンに行く。うん、曽根選手もね結構こう嫌になるけれども、まあ、一応テイクダウンしてるから一応テイクダウンしてる安心感はありますよね、うん、一応そのテイクダウンするとポイントも入るんで、まあ大きいですよね結構ね。このままの展開だと元谷選手どうかな、押されてる感はありますね。まあね、まあ、元谷選手だから何かしてくれ。あ、今なんか、うん、疲れたのか曽根選手。今度逆にバック疲れて今度入れ替えられました。元谷は、うん、そうだね、あの立たせたくないね、もちろん。今度逆に元谷が今度曽根選手をテイクダウンしたい。うん、小浦パンチ打ってますね。今元谷選手がその選手にもつれかかってる展開ですね。うん、これだとここの段階だと今2ラウンドの1分6分、ラスト1分しかないですよ。残り時間1分ですよ。で、まあ、この展開だと今のところどうかな、どっちもどっちだけど、まあ、どっちかって言ったら曽根かな今の段階だと。あれ、なんか元谷がいきなりバックつきましたね。なんかなんてことなく、あれあ、チョーク入った。チョーク、なんだ曽根選手でチョーク入れちゃった。あれ、なんだこれ。あー、入っちゃった。タップしました。あー、元谷負けてたような感じだけど、いきなり曽根選手なんで聞いちゃったのかな。攻撃いきなりバックつかせて、なんでこんな展開になるのっていうような感じで元谷選手が勝ちましたね。うん、うまいって言ってるけれども、うまい、まあうまいは当たり前で、なんでって感じでしたね。なんでって、だって今まで曽根選手がこういう展開を作った、相手をテイクダウン、タックルいって、で今度逆になんかいきなり後ろ、なんでもない展開でいきなり元谷選手の後ろつかせて、なんか効いたのかな攻撃で、後ろつかせてチョーク、そのままシンプルな形でチョークで決められちゃいましたね。前はリプレイやってますけども、なんかやっぱ朦朧として、やっぱ途中膝蹴りがついたのかな、もしかしたら。そうですね、あれは寝技で決めたというよりも打撃で当たっちゃって効いちゃってて、意識が朦朧してる中バックをついてチョークいったのかもしれない、うん、まあ結果的にね、何はどうあれね、元谷選手の2ラウンド、チョークで一本勝ちですね、うん、まあね、この階級ね、このフライ級っていうんですか、フライとかフェザー、シュートといえばフェザー級か、まあ62キロとか60キロ級ぐらいの階級。今リングアナね、リングコメントやってますね。今試合前盛り上げてくれ、なんて言い合いしたけど、なめてたけど、そのやっぱ強かったと元谷が言ってますね、うん、名古屋出身
まあ、名古屋の方の選手かな、元谷選手ってね。まあ、やっぱテイクダウン取られて自分は弱かったということを言ってますね。やっぱりテイクダウン取られると結構でかいんで、まあ、あのまんまもしあの打撃が当たってなくてそのままチョーク行ってたら、まあちょっとやばかったね、うん、その選手 ねやっぱ強かったよね、うん、って感じでした、うん、まあ元谷は普通に元谷選手、一本勝ちですね、うん、まあこの階級ね、あのすごいね、盛り上がってますよね。昔は重量級でかい階級が盛り上がったけどね、下流階級ってのはあんまりこう注目されなかったんだけど、うん、なんか盛り上がってる感がねあるよね、うん、ファンの人もね温かく迎えてくれてね、いいですね、ね、で今ね元谷選手の試合でしたね。それじゃあね、お疲れ様でした。またねー。